屋橋交差点、東京の中心ともいえるこの四つ角に、日本中の食通が一度でいいから訪れたいと挙げる寿司の名店がある。店の名前は数寄屋橋二郎。この地に店を出して40年、店主小野二郎さんは今日本で最もうまい寿司を握ると言われている男だ。フランスの新聞が世界の10大レストランとして紹介するなど、海外での評価も高い。何より80歳を目前にしながらも、日々そうした評判にたがわぬ味を提供し続けている。もうこれはもう絶品っていうかね、言いようがないですね。ものすごく新しい世界が広がってきたという感じですよね。今までのお寿司は何だったんでしょうかという感じ。7年前、彼は一冊の本を出している。それまで培ってきた技術を余すことなく公開したこの本は、料理本としては異例のベストセラー。今やその存在感は別格のものとなった。もう桁違いに違う、もうただ一人とんでもないところにいる人ですね。今ねテレビで簡単に料理人のことを名人だ天才だって言うけどね、いないよそんなに。本当に名人であって天才であるなんてのは、多く見るところやっぱりお寿司では二郎しかいない、小野二郎しかいないんじゃないかな。昨年末にはさらに2冊の本が出版された。たちまち評判になった。寿司にではなく寿司屋の本にさえ、こうして多くの人が列を作る。なんて評価してくるかってことは分からない、自分では。ただ私は寿司屋だから、寿司のいいお寿司を皆さんに食べていただくように考えたり研究したりして、だんだんこう良くしていくようにする。しかし寿司は寿司、どこにそれほど違いがあるのか、そんな素朴な疑問を確かめたいと思った。最高を極めたのか、間もなく引退するかもしれないという噂も耳にした。もしそうであるならば、寿司の一時代を築いたと言われる彼の何がそんなにすごいのか、1年間小野二郎の仕事を追った。都会の雑踏から数十歩、数寄屋橋二郎は何ということのない雑居ビルの地下にある。地下鉄銀座駅の通路からほんの少し引っ込んだあたり。店構えにも特徴はない。人はまずその佇まいに驚く。のれんをくぐると今度は店内の静けさに驚かされる。しかしその静けさは決してこの店が強要したものではない。ある種居心地の良い緊張感の中に客は巻き込まれる。二郎で酒を飲む客は少ない。店も8時半でのれんを下ろす。1人前2万円以上する寿司のフルコースを客はただただ味わうだけだ。美味しい美味しい。なんか二郎さん、こういうお客さんに来てほしいみたいなのないんですか？いや、それは味の分かるお客さんに来てほしい。このお金、こんだけのお金出してもここのお店のものだったら十分だなというお客さんは来てほしいですよ。もうちょっと値段を下げようとかっていうのは思わない。値段下げようと思えばネタを落とさなきゃならないから、それだったらやらない方がいい。そんなバカなこと。数寄屋橋二郎春の握り、軸になるのはカツオ。ここにも日本一の秘密は隠れているという。現在多くの寿司屋はネタの鮮度を売りにする。しかし本来江戸前寿司とは一仕事すると言われるように、ほとんどのネタに何らかの手が加えられる。小肌、シャコ、アナゴ、どれも酢や醤油に漬け込んだり煮込んだりする下ごしらえが味を決める。
錦屋橋二郎ではカツオをわらの火で炙る。寿司屋ではもちろん、料亭でもここまでする店は珍しい。それもビルの地下にある調理場で。火が柔らかいですよ。ガスの火って強いでしょ。外、皮の中までこう焼けちゃうわけですよ。でこれだと皮だけスーッとなでて終わる。それからもう一つはその煙の香りで生臭みがなくなるということ。それ利点は2つなんです。カツオの握り、火の熱ばかりか香りまで動員していぶされた味わいが切り身の上に輝くという。下北半島の先端、大間崎で釣られた本マグロ。しかし銀座の一流店となれば、どこも仕入れるマグロの質に大きな違いはない。それでも二郎のマグロは格別だと誰もが口を揃える。二郎さんはマグロのあらゆる部分を丹念に自分の舌で味見する。当たり前のことのようだが、それを欠かさず行う職人は決して多くないという。こっちは硬い、若いね、もうすごく若いんで、これ1週間ぐらい寝かさなきゃダメ。これただいいなってこのまま使ったらこれ硬すぎてダメですよ。マグロは新鮮なほどいいというわけではない。また身の部分によっても熟成度は異なる。二郎さんは素材の味を最大限引き出すため1週間氷漬けにすることにした。やれないのね、普通の人ってのは。それなんで？だからそれは早くても何でも使っちゃうわけですよ。っていうのはそれだけの余裕はないんですよ。こんなの買っていつまでも寝かしておけないでしょ。5万や10万のものじゃないんだから。選び抜かれ、さらに錦屋橋二郎に育てられた大間のマグロ。しかるべき瞬間に切られ、握られ、客の口に運ばれる。ところで他の寿司職人には二郎さんはどう映っているのだろうか。あ、僕にとってはもう大々先輩ですね。手に届かないこう先輩であるし、寿司っていうのはやっぱり、まあ、技術もあると思うんですけど、最終的には心だと思うんですよ。こう握ってこういう感じよりも心でこう出している人じゃないかなと思いますよね。なんか二郎さんからこう影響を受けたことってありますか？ああ、僕のり巻き。のり巻きっていうのはこう寿司ってこう6本切るじゃないですか。上に煮切り醤油塗るじゃないですか。こうやってその時塗った時に醤油が下までサーって落ちていく、こうのり巻きが上手なんだよって聞いたことあるんですよ。そうなんだと思って、ある雑誌見ましたら二郎さんのこうキュウリ巻き、本当にすごいですよ。こうキュウリの周りに1ミリぐらいずつこう空いてるんですよ。あの空気が入ってるんですよ。今度見てください、そのキュウリ巻き、すごいですよ。食べなくても分かるんじゃないですか、あれで。こうスペシャルっていうのが、今何でもそうなんだけど、売れりゃいいっていう作り方でしょ。とにかく売ろう、そうじゃないの。あの餌さんはどうしたらこれが一番美味しくできるかね。それを自分が思ってもどうしたらお客さんに美味しく食べてもらえるか。だから仕事の考え方全然違うんだよね。うん。だから僕はそれを見てて、ただ単に真似するんじゃなくて、そういう考え方を僕はその学びたいなと思ってますね。東京郊外、二郎さんの自宅。早いね。二郎さんは自宅から新宿駅までのおよそ3キロを毎朝歩いて通う。日焼け止めの手袋は年中欠かさない。シミができた手で寿司は握れないという信念から、電車の中でも姿勢よく背筋がピンと伸びている。それが二郎さんにとっての基本。午前10時半、地下鉄銀座駅に到着。
店まではわずかな距離。気がつけば40年間ほとんど地下暮らし。70歳の時、二郎さんは心臓を患い店で倒れた。以来仕入れ仕込みの一切は息子の義和さんが任されている。かつては朝5時に起きて築地に向かったという二郎さんだが、今はもう店に着く頃には弟子たちが朝の仕事を終えている。フランス料理界の重鎮ジョエル・ロブションはこう言って感嘆したという。二郎ほど清潔な店を知らない、魚の匂いがしない唯一の寿司屋だと。しかし秘密などない、日々の掃除をただただ丁寧にするだけ。掃除が行き届いているのはもちろん店だけではない。時には卵焼きまで。何にしますか。あの黒いカスをただ取ってるんですけど、こういうのついてたらみっともないじゃないですか。でもそれめちゃめちゃあるじゃないですか。はい、全部取ればきれいになります。味見。この時ばかりは店にわずかな緊張が走る。下ごしらえは任せても、すき家橋二郎は二郎さんの店だ。味に関しては今も二郎さんが最終決定する。これは座らないってください。今やると30分。いやいや、帰りですか。30分。はい、どうぞ。ちょっと塩が強い、だから直す。逆にしたりして自分の味覚に絶対の自信を持つ。決して揺るがない。その自信は一体どこから来るものなのだろうか。自信があって今までこうやってきたわけです。それがこう揺らいだことってないんですか。ないですよ。なの10人いて8人おいしいって言っても、こう1人2人はもうちょっとなんとか、もうちょっとなんとかって言うじゃないですか。いや、そんなもんそっちの合う方行けっていう。私はだってお客さん、この人は甘い、この人は辛い、この人は苦いって言って、それ全部はいはいはいって書いてたら、毎日自分の決めた味ってのは出ないじゃないですか。おじさん、ちょっといいですか。はい。これ、また味見に呼ばれた。開店まで10分、シャリが炊けた。すき家橋二郎では、それぞれの客の来る時間に合わせて米を炊き分ける。寿司屋の板場は客の目の前。調理場の慌ただしさは表に持ち越せない。一人前になるまでの厳しさはどこも同じだ。しかし寿司屋は直接客と向き合い、その目の前で握るという仕事。やっそのところお母さんに、はい、常に職人としての姿勢が試される。それだけに格別の厳しさがある。しかし職人を生業として選んだ以上、自分に厳しいという姿勢は年齢など関係ない。家族でみんな、そう、ね、人も全部いるからね。二郎さん、今まで何人ぐらいのお弟子さんを、まあ、面倒を見てきたんですか。途中で辞めた人も決めれば入れて全部ね、まあ、ちょっとわかんない、何百人ぐらいですか。100人ぐらいじゃないのかな。100人じゃ効かないかな。辞めるってのは3日で辞めるって1日で辞めるからね。名前も顔も覚えないうちに辞めてくる。お父さんが車で一生懸命荷物運んできて、でこっちが下宿借りてやって、で入って3日目に来ないからもう疲れたのかなと思って行ったら退職願いで、退職じゃないって。そんなものまだ見習いにもなってないの。まかないが終わると夕方の仕込みまで
弟子たちはわずかばかりの休息を取る。二郎さんにとって当然なことが彼らにとって当然となる日までまだ少し時間がかかりそうだ。長男の小野義和さん、二郎さんに代わって弟子を束ねる。この道すでに25年、他の弟子よりむしろ厳しくされた時期もあった。しかしそのおかげで今がある。結構最初もう壊したりしたんですか？もう主人ですよ。でもそのお店のじゃやらせてもらえないですから、自分で乗り合い行って、給料も安いから安い乗り買ってそれで練習するわけですよ。乗り屋の番頭さんとか親父さんに頼んでね、練習用のやつ分けてもらえませんかつって、親父さんが乗りやってる間にこう見てて見学してね、ここで終わった後はすみませんやってもらえますか、自分乗り買ってきましたつって、そうやってやる。米が届いた。すき家橋二郎は米の銘柄を決めていない。しかし米屋は40年間変わらない。どんな銘柄でも毎年味が微妙に異なる。天候が変わればそれは当然のこと。ここでも二郎さんは自分の味覚に正直だ。最高の味を求め面倒でも毎年米を変える。今年は両方ともいい米だから大丈夫だよ。これはね、あまりはないけど旦那の上の上物を殺さない、その魚を生かす淡泊であって、かつ甘みが、それとあとお酢がピカッと光るやつ、曇りガラスにならないようないろんなやつをね。それでも泣いたことがあるんだ、大豊作の時の粘りの時はもうどうにもならない。豊作の方が良くないですか？豊作だとね、米が実りすぎちゃって、ね、割れちゃうとでんぷんが出るんです。そこをカバーするために、そのでんぷん質が多くなっちゃって炊いたらベトベトになっちゃう。それはね、その時本当に泣いたんですよ。ノイロで夢見るもん。試行錯誤の末たどり着いたのは2種類の米をブレンドする方法だった。でも一回これだけ、これ同じ分量で7杯でこれだけ炊いたことあるんですけど、一回そしたらやっぱこう合わせたやつよりなんか水っぽくて全然なんか美味しくないんです。こっち混ぜた方がやっぱ美味しい。あれ、これ分量変えたみたいな。あ、分量変えるとすぐ分かっちゃうんですか？そうですね。すき家橋二郎は大げさに言えば戦後の寿司の流れを大きく変えたと評されることがある。その最大の理由はネタの最適な温度を徹底的に追求したこと。新鮮で冷たいネタばかりが優先される時代に、温かい状態で出した方が美味しいネタがあるということに気づいたのだ。例えば車エビ、客の注文に応じて湯がかれ流水でさっと冷やす。そしてエビが客の口に運ばれる時にはちょうど人肌の温度になる。半分に切られてぴったり2貫の大きさ。色鮮やかな車エビ、茹で置きとは比べ物にならないほど香りが高く甘みも濃い。いやもう想像以上でした私は生物が絶対最高なんだと信じてましたので、やはり熱を加えたものも大変美味しいなということで再認識しました。はい、違うのはやっぱタコとアナゴと、アナゴとタコ、タコあと全部すごいよ。人肌で出しに行ったシャリと茹でたばっかの生温かいエビを一緒に食べたらもう死んでもいいよ。ジロさん、エビって生で出すことあるんですか？どうしてもフジって言えばね、出すけども、いつでどありますよとは言わない。生よりは今出してる、茹でた方がうまいと思って、ああいうふうにあったかいの出せばね、
アサルテに全部茹でちゃって冷凍庫なんか放り込んだって冷えてたら同じですよね。小野次郎は終戦後浜松の日本料理屋で働いた後、26歳の時、当時江戸前寿司の御三家と言われた京橋吉野の門を叩く。寿司職人としては遅い出発だったが、努力を重ね現在の基礎を身につける。その後大阪の寿司屋で経験を積み、再び東京に戻って現在の場所で独立、念願の店を持った。いや、寿司屋のが少し仕事がいいかなというふうに、和食ってのはものすごく難しいからね、あれいろんな種類がたくさんあって、寿司屋ってのはそんなたくさん種類もないし手っ取り早いかなと思うのと、もう一つは和食でやるといろんな設備とか調度品、器、そういうものは大変でしょ。あれ寿司屋ってのはそんなにいらないんですよ。だいたい丸腰でポンと出すのが寿司屋だから、器もそんなにいらないし。だけど中入ってみたらやっぱ同じよねこれが楽これが楽じゃないって仕事はないですよ。やっぱし精一杯やってやっと生活ができるというのが実情でしょ。20年前にマイホームを購入した。現在も妻と長男と共に暮らしている。私正面です、申し訳ない。正面じゃない、角だの。二人の息子は共に寿司の道を選んだ。次男は結婚して近くに一家を構えた。40年間家を守り通した妻は今年72歳になった。5回ぐらい遅刻したかね、3回から5回の間ぐらい遅刻して、この何十40年、30年。遅刻って何ですか。寝過ごして起こすのは5時過ぎまでに。寝起きはいいんですか。パッと起きる。コロコと違う。そう、俺はダメ。それはもうね、やっぱり違うね、気持ちが違うんでしょうね。兵隊に行ってたからかどうか知りませんけど、もう真冬でもパッパッと起きてくるね。次郎さんは、結構有名になったじゃないですか、それはどう思われるんですか。まあ、今はブームでこういうふうに名前も本とかテレビとかっていうのがだんだん出てきたからね、まあ晩年名をなして幸せだなと思う。主人は良かったなと思うのね。今一番幸せだよね。子供が成長して店を持って、若い時めちゃくちゃに働いて、で年取ったらのんびりしたいなという頭はずっと持ってたからね。だからそれはもう家内なんかでも同じだと思いますよ。すき家橋二郎は冷凍物、養殖物、輸入物は一切扱わない。高い値段を取るのだから当然だと思われるかもしれない。しかし今環境の変化でそれを守り通すのは日に日に困難になりつつある。二郎さんが納得できるネタがなかなか手に入らない。この日仕入れてきたアワビも気に入らない様子。こんなの小さいからいくらも取れませんよ。こんなも握れないですよ、こんな小さいの。だから切ってこれつまみに出すぐらいしか。これよりかこれの方がまだ中身としてはいいんじゃないですか。その左小さい方がいいですか。これの方が中はね、香りはこっちの方があると思う。で見ただけで香りが分かるんですか。なんでこちらの香りがいいって分かるんですか。分かるんだろうね、長年の経験だもん。それが40年も50年もやってるやつの経験じゃないかもね。この日一つ1万1000円のアワビを4つ仕入れた。使えたのは2つ。それを値段に跳ね返すわけにはいかない。それでもアワビを握る。江戸前の心意気以外の何者でもない。週に一度は訪れるという天ぷらの名店三河のご主人早乙女哲也さん。同じ江戸前職人としてその心意気とは何かを聞いた。この間もちょっと水産庁の役人と懇談会があって行ってね、江戸前とはっていう話になって、
江戸前っていうのはね、金谷とどこのこの岬をね結んだところの中に入ってるのが東京湾の魚でどうのこうのってこと、そんなもんですよね、整理がつくのかじゃなくて、それをね夜通しに船を2艘使っても3艘使ってもつないで懸命にその運んでくる、そういう心意気を江戸前って言うんだよ。魚じゃねえんだ、天ぷらの油だって日本で作った油なんか一滴もねえんだよみんな輸入なのよ。それだろうね、江戸前の天ぷらとか江戸前の寿司とかね、酢だっての今親さんがこう寿司を握っててね、僕スマートに仕事するでしょ、要するにいくらやろうとも絶対にね、そんな格好の悪いね寿司なんか出さないぞ、俺はスマートにやってみせる、何気なくやってね、ここまでやれるんだっていうそのね、やせがま、そういう格好の良さがね、それが江戸前なんだ。8月、二郎さんは1週間の休みを取った。向かったのは築地にある聖路加国際病院。寿司屋は客の前に立つ。姿形も腕の内、背筋がピンと伸びた姿勢で寿司を握り続けるために二郎さんは毎年人間ドックに入る。悪いのは心臓だけではない。腰痛は慢性化し、胃潰瘍もこれまで8回患った。検査の結果が出た。で、これは脳の大脳のあたりって、まあ、脳は非常に綺麗です。だからあの骨と脳内でよく詰まってるし、脳室の大きさも綺麗です。まだボケてます。まだボケてない。ああ腸と肝臓とどこにも異常はなかった。腫瘍マーカーも正常だから今目の方は話しましたね、はい、まあそういうことで今のペースでいいんじゃないですか、はい、ありがとうございました、ね、来て大丈夫だよって言うとまた1年大丈夫かなっていやいやいや、それを思う、それは絶対思う、うん、これはもうやっぱ正直なもんだよね。いや今のこの状態なら来年まで大丈夫だよ、だから来年また来れば、はい、それはやっぱしホッとするっていうか、もう少し仕事ができるなって。二郎さんが休んでいる間も店は普段通り営業を続けている。長男の吉和さんが完全に店を任される。二郎さんいなくて特に困ることはそんなにないって言ったの？いや、あのおなじみさん、おやさんのお客さん来るとやっぱ困るよね、うん、別にその二郎さんいないからって言って帰るってわけじゃないんですよね。そういう人もいますよ。だからおやさんがいないの知ってるから今週なんかだから来ない人いっぱいいますもん。毎週あの1週間に1回必ず来る人が来ないですもん。おやさんじゃなきゃ嫌だっていう人いっぱいいるから、僕じゃまだダメだから全然。自分でまだダメだって思うことあるんですか？僕は、うん、ありますよ、いっぱい。まだまだ全然、まあ握りは違うよね、俺と親父は。まあ簡単に言うと親父の握りは重いんだけど口の中入れると軽いんだ。で僕の握りは軽、握り自体は軽いんだけど口の中入れると重いんだ。それじゃダメなんだ。二郎さん一応こう2人の息子さんにいろいろなことを教えてきたと思うんですけど、これだけはなかなか伝わんないなみたいなことってあります？いや、あのね、うちはね、そのこれをこうしろこうしろって教えるってことは私しないんですよ。みんな見てなあの覚えろということ。こうだああだって教えたら覚えられないんですよ。あれは自分で苦労して覚えないとダメなんですね。ある程度の真似事は覚えられても芯から覚えるってことはなかなかできないと思うんですね。他の板場に立てば一流の職人、そんな吉和さんが自分はまだまだだと感じる。それだけ目の前の山は高い。夏も終わり台風が近づいていた。久しぶりに築地へ行ってみませんかと頼んだのが、まさかこんな日に当たるとは思わなかった。朝も気圧の変化も心臓には負担がかかる。高橋さん、はい。俺なんか朝一番悪いんだぜ。心臓にですか？はあ、心臓っていうのはね、はい、誰でもそうだみたいだ、そうみたいだけども、はい、朝6時頃から、はい、午前中11時頃までが一番悪いんだって。
だから今上がってくるだけでも気持ちが悪いぐらい。そんなこと言ったってしょうがないよね。はい、はい、築地まで地下鉄で2駅。階段を上がると二郎さんの足取りが変わった。遠足に出かける少年のように。おはよう。お元気。どうも。茨城です。若い人来たから。どうもいつもお世話になってます。あ、いいじゃない。いいじゃない。ね、もう安い時は安いんでいいんだけどもさ、高い時はもうしょうがないんだから、お互いにね、お互いにもう損しましょうって言ってる。少しあれば大きいな、みんな大きいな。少し、あの2、3個あるといいんだけどね。1個漬けがないか。とても夏のわずかな時期にしか出回らない小イカ。握りづらくはなるが、甘みのあるより小さなものをえりすぐる。目利きが一番難しいのはカツオ。二郎さんはその秘訣を教えてくれた。カツオ、これの方がいいな。これがいい。あ、これ。こうやって触っただけでいいか悪いか分かるようにならないと困るわけです。これいいんだけど鮮度良すぎるんですよ。いいカツはどういうカツなの？いいカツ、ああいうカツでいいカツ。今向こう持ってるやつ。柔らかいとか。柔らかいだけじゃダメです。だって揉まれだって柔らかいもん。そのものが柔らかくないと、ふんわりしてないと。っていうのは油があってふんわりするわけでしょ。だけどこう落としたりなんかするとそれだけで揉まれて柔らかくなるでしょ。だからそういうのを見極めないとダメだから。仕入れの後必ず立ち寄った店に案内してくれた。よく注文していたというカツカレー。おうまじのこういうのはいいもんですよ。せがれ元気でいい。せがれは元気でいい。ああな、銀座で会うもんな。銀座で会うんだよ本当に。な、銀座で散歩って俺も散歩って行かなきゃ。同じにゃ。またね。どうも。じゃあお先。どうも失礼します。ごめんなさい。はいはいはい。友達と呼んだ人々に別れを告げ、まるで振り切るように店を出た。じゃあお先失礼します。その後ろ姿は少し寂しそうだった。10月、二郎さんは新幹線に乗った。行き先は生まれ故郷の静岡県天竜市。60歳を過ぎた頃から毎年開かれている小学校の同窓会に出席するため。二郎さんは小学校しか出ていない。故郷にいた時間も長くはない。だからか同窓会には欠かさず出席する。じゃあ移します。お願いします。はい、お願いします。いいですか。そう、あ、ごめんなさいね、ちょっとあ、これさんもつけてるよ。これつけてないけど、あの耳遠いの話をしてそう。いや、全然聞こえない。全然聞こえない。ああ。すでに亡くなった同級生も少なくない。まして現役で仕事を続けるのは二郎さんだけになった。誰もが皆それを我がことのように感じ、励みにしている。二郎さんは大正14年、天竜川沿いのこの町で生まれた。9歳の時、病気がちの父に代わって割烹旅館へ奉公に出た。
時代はまさに昭和恐慌真っ只中の時だった。それはね、我々もそのうちが間違ったんですけど、二郎さんはもっと大変だったの。親元を離れてね、与えておったんだからね。料理屋さんだったから、いろいろこういうふうな後の洗うものね、それをね、リアカーの反対のようなやつに乗ってるこいで、それは本当に印象強いの。人並み外れた苦労、しかし生い立ちも含め、それを二郎さんが口にすることはない。田舎に縁と執着心があったり、小さい時を懐かしがってたらね、その九つや十で人のうち行ってやってるってことはおそらく不可能だったと思うよ。あんまりそういうのこだわらないから平気だったと俺は思うんだけどね。その後のね、徴用で軍事工場に取られたり軍隊行ったりしてもそれほど悲しいと思わないし、みんなが夜中に仕事があるとクソクソ泣く、田舎が恋しいとか訓練が厳しいとかって言うんだけど、俺なんかそんなの全然なかったもんね。あ、軍隊って自分のことだけやってら叱られないから楽でいいなと思った。常に前向きな二郎さんの生き方は寿司ネタにも現れている。冷凍物は扱わないという店の方針の中で唯一例外なのがイクラ。数年間の試行錯誤を経て、1年に使うイクラ200キロを独自で漬け込み、冷凍保存する方法を考え出したのだ。もうちょっと失敗、これ旬のネタとしては秋にしか出回らないイクラをなんとか一年中出せないかという強い思いから、60歳を過ぎてのことだった。ネタを凍らすということには抵抗はなかったの？これに対してはね、これに対しては1年中使おうと思ってたから。ただその味が変わってしまったんでは何も、普通のものだと冷凍すると味変わりますでしょう。でこれ変わらないと思うんですよ。何回も失敗したもん、俺はもう失敗を思うんですよ。言ったらうちの裏全部分からしちゃうじゃないか、これ。こんなことやってるからダメじゃん。秘密ですか？そう、だってこれ開けなきゃ分かんないじゃないのね。やってやったら、これでも色はもうちゃんと戻りますよ。と職人仕事の鏡みたいな人ですよ。昨日も今日も明日も同じ仕事の繰り返しをするのが職人仕事なんだけど、しかし繰り返し同じことはしてないんですよ。先輩や師匠から教わったことを忠実に守りながらも無駄なことを省いてったり、自分なりの工夫を作ってって、それである自分が頭に描いてる理想的なところまで行った人を世に名人っていうんですね。だから二郎のやってる技術は一代で終わっちゃうし、影響は最小限のものだけども、でもその精神は若い料理人に、まあお寿司に限らず二郎さんに通ってるシェフね、フランス料理、イタリア料理、他のジャンルたくさんいるじゃないですか。それが二郎さんの、つまり職人としての料理人のスピリットをみんなそこから学んでいくと思いますよ。二郎さんには二郎を名乗る弟子が5人いる。のれんを分けたというのとは違う。看板料を取るでもなく、弟子も二郎の直系を誇示するわけではない。まいた種がすくすく若葉になる、そんな感じだ。何周年？10周年。10年になるか。10年経った。経った？お前お湯は持ってこないじゃないか。なんでお湯は入れてもらうんじゃないの。すき家橋二郎、お客さん12人か13人しか入れない店でね、従業員9人から10人だろ、ね、野球のチームできたもんな。だからいかにみんな仕事してなかったか分かるだろ。その代わりね、今4人がそこらで十分やってくれるのに、その頃10人ぐらいいたんだから。今お客さんが、二郎のお客さんがさ、くしゃみ一つしてさ、おしぼりが出てくるかどうか知らんけども、おらん時は草にくしゃんってさ、おしぼりがピュッと今出てくるぐらい。もっとすごいよ。すごいのけ、入ってくればおしぼり出る。それは最初。もう俺の方が土の技術としてはもう上だぞって。あ、それはないわ。それはもう俺が一言で言えるわ。それは悔しい。それはないわ。シャリに空気を入れるっていう
か表現使ってるけど、あれは初めて使ったのは親さんですよ。いかに柔らかく握るかには、いかにシャリに空気を多く入れるか、それで、ね、手で持って崩れないで口の中入れて崩れるのが、それが寿司なんだ。それもそうなんだけどね、だから存在感なんですよ一番の違いは。いや本当に一番の違いは存在感。言ってからけどこの中で誰も弟子を持ってるやつは一人もいへんもんさ。本当の弟子っていう弟子を、なんで親父の本当の親父になれるやつはまだ一人もいないの。だからこの次郎の中から誰かが次郎を出し入れや親父に勝てるかもしれんけど、それまでは親父には勝てないってことだもんね。赤の他人をさ、次郎の名前が欲しいって名前を名乗ってやりたいって言われるまでになるのは並大抵のあれじゃないと思う。取材を始めて半年、ずっと聞いてみたい質問があった。すき家橋次郎は決して安くはない。味は確かだが、誰もがそう頻繁に来られるという店でもない。食うや食わずの少年時代を送った次郎さんにとって、そのことに違和感を感じることはないのだろうか。いや、それはない。ただ私はそのまあその裸一貫で出てきても、何ともかく美味しいものを作って出そうっていう頭だけだったからね。要するに美味しいものを出せば、お客さん、そういうものを食べたいお客さんって結構いるわけだから、だから自分で自信を持って出せるようなものを自分が作って出せば、お客さんってのは来てくれるだろうなというふうには思ってます。回転寿司ができた時って次郎さんどう思ったんですか。いや別にどうも思わないですよ。あれはあれでいいなと思いましたよ。で自分も言ってるもん。言ってるもん。自分も言って食べてるもん。値段的には結構美味しいですよあれは、うん、それで自分が好きなものを取って食べられると、あんな便利なことないですよそれは。だから回転寿司なんかあそこで飲んでる人ってそんなにいないでしょ。大体お寿司を食べてくるでしょ。あれ同じなんですよ、やっぱり寿司屋だもん。だからうちは寿司屋です。だからどなたでも気軽にさっと入って年の瀬、年内の営業は終わった。それでもなぜか次郎さんは調理場にいた。それも仕込みに精を出している。休日返上、3日をかけておせち料理を作るのだという。日頃世話になったお客への感謝の気持ち、もちろん代金はいただかない。卵焼きあるの、いくらも。あ、いらっしゃいました。はい、いらっしゃい。普段は特定のお客をひいきにすることはないが、決して安くはない店に通う常連客に年末だけは特別にお礼をする。こうして次郎さんの一年は終わる。再び春が巡ってきた。すき家橋次郎にも一人新しい弟子がやってきた。高校を出たばかりの18歳。親方との年の差60歳。おはようございます。お疲れ様です。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。常にここは残ってんだ、はい、都内の寿司屋の次男坊。しかし魚の差の字も知らない。包丁を持ったこともない。ただ戸惑うだけ。店に来て4年になる中澤さんはやっと握りの練習を始めたところだ。基本は長男の吉和さんが指導する。そうそうそう、最後に3回目で整える。はい、上からギュッと押さえて。はい、包み込むようにして。はい、次郎さんはただ遠くから見守るだけ。直接口を出すことはない。遠くから黙って手元を見つめ続ける。その姿勢は40年間変わらない。ちょうど1年前次男の隆さんが六本木ヒルズに店を出した。
曳屋橋二郎初めての支店だ。1周年を迎えたこの日店を訪ねた。2人の息子は共に寿司職人の道に進んだ。それが二郎さんの夢だった。2人に分け隔てなく残せるものを残したい。だからこの店は作りも大きさも曳屋橋店と寸分変わらない。ちょうど1年だもんね。そうですね、去年の今日からですからね。今日から営業だから。いや朝も話してたね、去年の今日オープンで。俺はまあしっちゃかめっちゃかでね、大変だったっていう話してて。順調ですよ。もう1年でこれだけいけば順調ですよ。ただこれから苦労するだろうけどね。要するにこれから今のレベルってずっと行ったに困るわけですよ。上がっていかなきゃいけない。それ上げるのは自分たちの腕ですから。これからは本当のこれからが腕なんです。銀座の本店はお店出したんだよって来てくれてるうちはまだダメなんですよ。六本木の二郎の寿司を食いに行こうってみんなで言ってくれるようになるまでは順調だと思ってませんから。銀座の二郎がね、六本木に店出したから行ってみるかのうちは僕は順調だと思ってませんから。じゃあどうもありがとうございます。じゃあ、はい、ご苦労様、はい。もうこれで俺も一つ終わった。もう1周年終われば、ね、人生は完成したように見える。それでも二郎さんは寿司を握り続ける。最高を目指す。山登りなら必ずあるはずの山頂は本当の職人には生涯ありえない。ただ上へ上へと連なる道が目の前に開けるだけだ。このまま店任せようかなって思うわけないですか。いやそれはね、俺これはなぜかっていうと自然にこうやろうかなと思って、今日でやめますよじゃなくて、いつの間にかあれこのままでちょっと見えないなぐらいの方がいいでしょ。今までが自分が7割から8割ぐらいやってたのをだん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 含めて 2,3 年の間に1割とか2割ぐらいにして。でも毎日やらないと腕は鈍る。鈍りますよそれは。もう毎日毎日やらんとダメです。手なんかでもどうしても年取ってくると水分が減ってきますでしょ、うん、それとある程度やってないとこの水分を含ませてないとシャリがこうくっつくようになるんですね。だからなるべく仕事はしてる方がいいんですよ、自分が続く限りはね。ただ汚らしく逃げるようになったらやめなきゃいけないということ。小野次郎78歳、寿司を握って50年。今日も板場で握り続ける。最高の寿司はまだ見つからない。